3年連続ですからね、19年、20年、21年というふうに上がっていってるので、準1級は4500円だったんですよ。今の5級と同じ値段ですよ。まあ、駅のね、ちょっとね、歴史を振り返ってみようと思うんですが、本題始まりました、もてっちゃんね。さあ、今回はですね、英検値上げというね、悲しい件について話していこうかなと思いますね。前にまあ、トイックのね、値上げが決まったので、トイックの動画出したんですけど、コメント欄がトイックよりも英検の値上げに関するコメントが多かったということですね。英検の値上げの方も取り上げていこうかなと思います。で、過去のですね、値上げの遍歴をですね、全部調べたんですけど、いろんなサイト見たりとか、いろんな情報を見て、それを書き込んでってたんですけど、1個のサイトに全部まとまってました。すごい時間を無駄にしたんですが、そこを見ながらですね、いろいろと話していきたいと思いますね。朝日新聞のエデュアですね、の記事に全ての変遷が載っていたので、はい、それを見ながらですね、あとは英検の歴史についても話していこうかなと思います。では、気になるですね、2021年度からの値段を見ていきたいと思いますね。2020年度がですね、英検1級は1万300円だったのが12,600円、プラス2,300円。そして準1級が8,400円だったのが10,700円。これは辛いですよね。準1級でも1万超えるわけですから、やっぱこう受験に使う人たち出てくるんで、うわーって感じですね。2級に関しても、はい、7400円が9700円に値上げと。準解除6500円でこんなに差があるんですね。そして、準2級が、6900円だったら9200円。だからまあ、受験で使われる、準1、2級、準2級のところが、まあ、1万円ぐらいになったということですね。準解除だと5800円。3級が7900円。5900円から2000円値上げと。準解除が4800円。で、4級が4900、5級が4500円っていう形になってますね。なるほど。で、まあ理由としては、やはり会場の手配が大変ということですね。大学などが使えなかったりするということで、もうちょっとお金のかかるとこにしなきゃいけなかったりとか、ちょっとトイックと違って、英検っていうのは申し込んだ人みんなが受けられるようにっていうのがあるので、トイック抽選にしてるじゃないですか。そういうのないので、なんとしてでも確保するみたいな感じになっているので、まあ仕方ないかなって感じですね。で、トイックの方は検温体制とかですね、いろんなコロナ対策っていうのもやってる。で、英検もやってます。もちろんやってるんですけど、僕のそのトイックのコメント欄に結構来たのは、いや、英検はそんなにやってないだろうみたいなね。なんでそれでこんな値上げするんだみたいな声はありました。英検もやってると思うんですけどね。で、そういった形でやっぱ準会場の方がお金かかんないですね。それぞれの高校とかの会場でやってくれるんで、会場費かかんないんで。まあその辺はうなずける。しょうがないかなとは思うんですけど、どんどんね、値上げしてってるので、それが大変だと思うんですよね。3年連続ですからね、19年、20年、21年というふうに上がっていってるので、これが辛いところですよね。で、実際、その過去の値段を見てみたんですね。するとですね、実は1級はこんな感じですね。2002年度まではですね、5500円だったんですよ。5500円ってことはですね、今の3級より、というか2020年の3級より安いですね。で、それが2003年度から7500円に上がります。で、2014年から15年が8400円で、で、19年に9500円に上がって、13001万2600円という風にボンとやっぱり最近上がってますよね。まあもちろん消費税の関係とかもあるんですけど、あとはいろいろ試験の形式変えたりとかもあるんですが、こんな感じ。準1級は4500円だったんですよ。今の5級と同じ値段ですよ。で、それが6000円に上がり、6900円。で、7600が8400、1万700円と。ここがやっぱりね、ここ3年での値上がりがすごいですよね。で、2級も3500円だった。安かったんですね。で、それが4100円、5000円、5800円と来たのが6500、7400、9700円と。すごいですね。開始当初からやっぱ6000円上がってるわけですよ。どれも6000円以上上がってるわけですね。で、準2級も3000円だったんですね。安。それが3600、4500、5200、5900、6900、9200と。やっぱりすごい上がり幅。これもやっぱり6000円以上上がってるってことですね。で、3級は2000円だったんですね。で、2500円、3200、3800、4900、5900で7900円。これでまあ、だ合計すると5900円ぐらい上がってると。で、4級は1000円だったんですね。1000円、1500、2100、2600、3600、4900円と。まあ、スピーキング入ったりもあるけど、まあ、ただ面接とかはないんですよね。スピーキング家でやるんだよね。確かね、4級、5級って。5級は900円だったんですね。1400円、2000、2500、3000円、4500円と。
った形になってるわけですね。だいぶ値が上がってますよね。だからまあ受験する側としてはきついかな。まあトイックと比べても高いしね。ただまあもちろん意見はありました。IELTS とか TOEFL とかね、2万5000円超える試験とかとね、比べれば安くねっていう意見もありましたよね。まあ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 、なるほどね。入試利用で受験者が増えてってると。で、受験者が増えるってことは会場も必要。でも会場借りられない。で、人件費も増えていく当たり前ですけど。スタッフがいたり、面接官がいたりとか、その人たちをこう育成しなきゃいけないと。で、その費用も高くなると。そういったものでしょうがないんじゃないか。なんかね、やっぱ需要供給関係になっちゃうの悲しいですね。需要が高まると値段が上がっていくっていうね、ちょっと悲しいなとは思ったんですけども。まあ、英検のね、ちょっとね、歴史を振り返ってみようと思うんですが、実は1963年が第1回なんですね。その時は1級、2級、3級っていう3つでやってたと。で、1966年に4級ができた。で、1987年に準1級、5級ができたんですね。全然知らなかったですけど、こんなの。で、1994年に準2級。こんなに新しかったんですね、準2級って。で、まあ、97年とかにリニューアルしてるんですね。この頃値段変わってないんですかね？同じなんですかね？で、2004年に出題形式が変わるっていうのはあったんですよね。だから、まあ、03年のところから値段がいろいろ変わってるっていうのを、まあ、頷けるかなと思います。で、2016年に2級にライティングが出たりとか、他の級にもあるよね、今ね。全部の級にあるのかね。で、4、5級にスピーキングね、ありますよね。そういった形になったと。まあ、ただね、SCBT とか、一応ありますので、まあ、それらをですね、うまく利用してもらえればいいんじゃないかなと思います。ちょっと CBT がなくなりましたんで、今は SCBT っていう風になってると思うんで、まあ、それの方が一応安くできますね。本会場でいうところ12,600円、17,000円、9,000円。SCBT だと、1級はないですから、SCBT って。準1級が12,000円、2級が9,200円。うん。12が8,700円、3級が7,400円という形になってますね。で、SCBT は、スピーキングパソコンに入れて吹き込むやつになってますね。で、ライティングは選べるんですよ。タイピングか手。どう考えても僕らからするとタイピングの方がいいんですけど、直したりするのが非常に簡単なんですけど、やっぱタイピングできない人すごく多いので、まあ、日本の高校生とか中学生とか打てないんで、だから手で書く人も多いし、で、あとはこれを使えばですね、受験回数たくさん受けられるんですよ。まあ回数ってもうこれ高くなったからね、なんとも言えないんですけど、普通の面接試験の場合は、第1回、第2回、第3回っていう風に3つあるじゃないですか。これで3回しか受けられないっていう感じ。それが SCBT の場合ですね、まあ、同じように3つの区切りがあるんですけど、第1回、第2回、第3回って、第1回に2回受けられます。第2回に2回、第3回に2回受けられるので、合計6回受けられるんです。だから従来の3回と SCBT の6回で今9回受けられるんですよ、英検で。その SCBT に関しては試験もほぼほぼ毎週行われているので、だ好きな時に選ぶことができるってやつですね。で、今までだったらもう決まった日しか無理だったわけじゃないですか。それに対してここだと好きな時に受けられるっていうのがすごく大きいわけですね。まあ、いつもね、僕らの面接対策の動画のところに来てたのは、学校の期末試験と同じ日なんですとかってね、来てたんですが、まあそれを解消したっていう形になってますんで、試験を受けるのはたくさんできるって感じですね。様々なことができますので、便利にはなってます。あとね、面接官もいらないんで、この場合だったらね、採点官だけでいけるっていうので、まあ英検側としてはやりやすいって感じですね。まあそれにしてもね、まさかここまでね、高くなるとは思わなかったのでね、英検が。皆さんどうでしょう？やっぱりね、親御さんの懐は痛いし、まあ、自分のお金で受けてるとか、お小遣いで受けてるとかって人にとっては、まあ、すごい痛いですよね。だって9回、例え受けたとしたら、準1級9万、2級も8万とかするわけですからね。まあもちろんやれるんだったらやった方がいいはいいんですけどね。きついですよね。あとは、まあ大学受験もね、非常に高いので、まあこの辺は足元見てるなって思っちゃう人がいてもおかしくないかなっていうのはね、ちょっとありますけども、皆さんはどう思われますか？で、まあこのコロナ期間が終わってね、会場をちゃんと借りれるようになりましたって言ったら値下げしてくれればいいんですけどね、してくれんのかな、そのままお値段据え置きでいくのかな、やったぜ、うはうは、差額で儲けるとかってならないといいんですけどね、それぞれ英検もトイックも値下げしてくれるといいなぁと、個人的には思っています。まあさすがにね、入試でも使えるものですから、自宅受験とかはないと思うので、やっぱ借りなきゃいけないと思うんですよね、会場。という形でした。はい、皆様どうお考えですか？ぜひコメント欄でお聞かせください。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.